アイテム番号、SCP-2191JP。オブジェクトクラス、ニュートラライズド。特別収容プロトコル。SCP-2191JP は無力化されました。現在、SCP-2191JP 及びうずき市の収容は行われていません。説明。SCP-2191JP は収容時点で31歳のモンゴロイド男性で、戸籍上は静岡県浜松市在住、本名は磯谷武蔵と記録されています。SCP-2191JP の異常性は、同じく静岡県浜松市に在住している、うずきななみ、以下、うずき氏が自殺を行った際に発言し、うずき氏の負傷が全て SCP-2191JP に転移することにより、うずき氏の負傷が完治します。この際、SCP-2191JP が転移させられた負傷によって死に至ることはなく、1時間ほどで全ての負傷が回復します。しかし、うずき氏の自殺行為以外の要因では、SCP-2191JP は容易に負傷し、回復にも時間がかかります。また、負傷や流血、自殺に用いた道具、遺書などのうずき氏が自殺を行った形跡は全て消失します。うずき氏は、自殺願望及び自傷癖があるため、定期的にカウンセリングを受けています。うずき氏はうつ病と診断されており、自傷行為は異常性によるものではないことが判明しています。自傷行為を行う理由として、うずき氏は将来に希望を見出せないからと証言しています。SCP-2191JP は、2016年3月19日に全身やけどにより、市内の病院に搬送されましたが約1時間ほどで完治したため、財団に注目されました。また、同日にうずき氏の自宅で全焼火事が発生し、焼け跡からうずき氏が無傷の状態で発見されたことで、SCP-2191JP とうずき氏の関連性が発覚し、収容に至りました。ほい、1。以下の記録は初期収容時における SCP-2191JP のインタビュー記録です。対象、SCP-2191JP。インタビュアー、東堂博士。付記、うずき氏が収容されていることは SCP-2191JP に伝えられていません。録音開始、2016年3月24日。それでは早速インタビューを始めて。なあ、まだななみちゃん生きてるのか。はい、生きてます。我々がしっかりカウンセリングを行っています。よかった。あの日から何も起きないからすごく心配だったんだ。事故か病気で死んじゃったんじゃないかって。そのような状態になったのはいつからですか？最初は確か、4年前の3月頃にななみちゃんがビルから飛び降りた時だったかな。ななみちゃんの地面に頭が衝突した瞬間に、頭に激痛が走って、血もたくさん出てきたんだ。俺は騒ぎを起こしたくなかったからすぐその場を去ったけど、ななみちゃんは何事もなかったように立ち上がって困惑してた。その時から、首が絞められたり、手首が切れたり、溺れかけたり、いろんなことがあったな。そうですか。では、そのようになった理由になった心当たりはありますか？俺、ななみちゃんが好きなんだ。はい。俺も昔、自殺しようって悩んでたんだ。就活も婚活もうまくいかなくて、俺ってなんで生きてんだろうって、ずっと思ってて、それで6年前に公園の木で首くくって死のうとしたんだ。そしたらななみちゃんが助けてくれた。俺よりも年下なのに考えがしっかりしてて、本当にいい子だなって思ったよ。ななみちゃんがいたから俺は今も生きてられてる。それからいつまでも忘れられなくて。だから、ななみちゃんがビルから飛び降りようとしているところを見て、死んでほしくないって心の底から思ったんだ。今度は俺が助けになりたいって。けど、ななみちゃんは飛び降りて、そしたらななみちゃんは死ななくて、本当に嬉しかったんだ。落ち着いてください。本当に嬉しいんだ。だって、苦しむたびに、ななみちゃんは生きてるって実感できるんだ。それに、今は俺なしじゃななみちゃんは生きていけない。俺のおかげで、ななみちゃんは生きていられるんだ。こんな嬉しいことって、他にあるか？録音終了。終了報告書、SCP-2191JP が興奮状態に移行したため、インタビューを終了し、その後鎮静剤を投与しました。なお、うずき氏は SCP-2191JP と面識は一切ないと証言しています。インシデント記録、2016年10月2日、収容室で死亡している SCP-2191JP が発見されました。司法解剖の結果、頭蓋骨骨折や脳虚血、亜木酸百錠など多くの自殺未遂の痕跡が発見されましたが、直接の死因は急性心筋梗塞であると結論付けられました。また、腹部に文章の形で外傷が刻まれていました。刻まれていた文章は以下の通りです。私のことを、心配してくれて、ありがとうございます。もう自殺しません。あなたがいなくても、生きていきます。この外傷は、うずき氏が収容室の個室トイレ内にて、自身の爪で行った自傷行為であることが判明しました。うずき氏の負傷は消失していましたが、SCP-2191JP の負傷は回復しませんでした。これによって SCP-2191JP はニュートラライズドクラスに再分類されました。また、うずき氏はこのインシデントを受けて収容を解除され、
クラス C 記憶処理とカバーストーリー自殺未遂による意識不明からの回復の適用が行われましたが、うずき氏への定期的なカウンセリングは継続されます。追記、2016年10月4日、うずき氏が飛び降り自殺を行い死亡しました。その後、うずき氏の宿泊していたホテルから遺書が発見されました。遺書の内容は以下の通りです。死ねないのはもういいや。最後くらい、私の好きにさせてください。今度こそ、死ねますように。